こんばんは、ショールーム初代公式アンバサダー任命式の司会を務めさせていただきます、インパルスの堤下です。よろしくお願いします。そしてはい、同じく司会を務めますフリーアナウンサーの新保智恵です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新保さんは、はい、ショールームはご存知でしたか？もちろんです。おやりにはなってないですよね？はい、なってません。僕もね、もう2年以上ショールームをやらせていただきまして、これ結構すごい。そうですよね、今日任命式なんですよ。ねえ、華々しくとんでもないでかいイベントをやってて、ね、今日はだからそちらの方がね、皆様が今ご視聴されてる方々が、こんな人が選ばれたんだ、見てる方が多いと思いますので、本日のライブのちょっと説明お願いします。はい、はい、それでは本日のイベントについてご説明いたします。本日のイベントはショールーム人気ライバー決定戦を通して、初代アンバサダーに任命された方々のその任命式となるわけですね。要するにショールーム、はい、ショールームの顔ってことですよね。そういうことです。それを今日出ると、はい、すごいことだ。これドキドキしますよね、ショールーム人気ライバー決定戦とは、その名の通りファンからの声援を受けて全てのライバーの頂点に立つ、今ね堤下さんからもありました、はい、そのショールームを代表するライバー、それを決めるイベントなんです、はい、人気ライバーを決めるランキングは、全ての公式ライバー、フリーライバーを対象にしたランキングで、期間中に獲得したスペシャルポイントで順位が決定します。予選を勝ち抜いたライバーは人気ライバーランキング決勝に進むことができまして、その中で優秀な成績を収めました5人の方をショールームアンバサダーとして任命させていただきます。すごいっすね、はい、だってショールーム界のトップ5ってことですもんね。そうですよ。それはすごいのだよ。私もやってますよ。今ね S ランクから B ランクから分かれてるんですよ、はい、僕 B ランクですけどねB ランクの僕が司会してていいのか。いやもうでもこれは堤下さんにしかできない、はい、この MC という立ち位置ですよ。前田社長にちょっと楽屋でねお話ししたんですけど、はい、今回はライバーとしてじゃなくて友達として行ったということで、だから良かったです。なるほどね、はい、お仕事としてというより、さらにはもう友達としてということで、次の約束するためにお会いいただけです、はいはい、さあショールームアンバサダーに任命された方には特典としまして、はい、Twitter およびショールームサービス内でのご紹介、うん、インタビュー記事の掲載、さらには PR 動画の作成、うん、そしてアンバサダー報酬といたしまして、2021年5月から7月の3ヶ月間なんと毎月10万円が贈呈されるんです。これちょっとすごくないですか？すごいですよ。3ヶ月間10万円もらえるんですよ、はい、どうします？堤下さんだったら。僕だったらやっぱり焼肉食べ続けるから焼肉食べ続ける10万円分焼肉毎日食べて、それを配信するかな、ねえ。だって配信使えば何でもいいんでしょ？そうですそうです。なんか配信機材買ってもいい。そうですよ。堤下さんもこの間ね、はい、YouTube 用の機材買われてましたよね。そうですね、約16万ねえ一括で買いましたけれども。そうですよ。だからそういうのにあれはなかなかお金かかるので、ええ、またショールームさんがそれを出してくださるっていうのはすごい素晴らしいことだと思う、ですよね。さあアンバサダーの中でも優秀賞に選ばれた2名のライバーの方には、はい、ショールームトップバナーに掲載という特典もありますし、はいはい、最優秀賞に選ばれたライバーにはショールームトップバナーに掲載、はい、さらにショールームのアプリストアページ内の各画像にショールームの顔として掲載されるという特典まであるわけです。これがねトップバナーっていうのが、はい、ショールーム画面開くと一番上に出てくるんですけど、僕ね一度も出たことないんですよで僕なんだったらショールームで番組もやらせてもらってるんです。公式番組、はい、やらせてもらってその時だけ出るんですけど、あそこに乗るとどうしても見ちゃうので。そうだってすぐにやっぱりねクリックしちゃいますからね。そうなんです、はい、ショールームもどんどん中変わってこうおすすめとかも出てくるんですよ、はい、だそんなのもねまたそれのさらに上にいるわけですから。そうですよ。さすがアンバサダーといった感じですね、はいはい、さあこれまでショールームアワードは審査員の審査を通しまして年間頑張ったライバーが表彰されるという旨で行われてきたんですが、はい、今回の人気ライバー決定戦はランキングとファンの指名で受賞者が決まるという新たな形式を取らせていただきました、はい、ショールームアワードと人気ライバー決定戦で選出の方法が違う理由なんですけれども、はいはいはい、ショールームがさまざまなライバーさんにスポットが当たるプラットフォームでありたいというこの思いを持っているので選出方法を変えたわけなんですね、うん、はい、そしてこれからアンバサダーとしてご紹介します5人の方ですけれども、3月と4月に行われた人気ライバーランキングで
で決定した3名と、4月に行われました最強ファンランキング上位2位のファンに選ばれた2名のライバーさんとなります。これはねすごい大事で、あの僕もねショールームやらせてもらってますけれども、はい、どうしてもやっぱり昔からやってて昔からのファンの方が多い方がこう強かったりとかそうですよねするんですけれども、はい、そのシステムを取ることによって始めたてでも頑張ってたらその舞台に立てるという、そうです、前田社長は粋な計らいする ね、 ね、 ね、嬉しいですね、素晴らしいですよ、はいはい、さあ、今回ですね新型コロナウイルスの影響もありまして無観客でのこのイベントは、ね、はい、開催の運びとなりました、はい、新型コロナウイルス感染予防の観点から出演ライバーはマウスガード、スタッフはマスクの着用をしましてアルコール消毒の徹底、そして全関係者の入隊管理、体温測定などの情報管理も徹底的に行いましてね開催しておりますので、ぜひ皆様安心してご視聴ください。そうですね、もともとこのショールーム自体がオンラインというサービスなので、はい、あれですけども、今までねショールームの感謝祭とか、イベントって結構でかいところで、はい、ライバーさんとか配信者さんが100人ぐらい集まってそれでトップランカーを決めるとかやってたんですけど、今日は本当に安全です、そうですね、もう絶対これ絶対当たんないです、僕ビニールから本当に、ね、絶対当たらない、我々の間にも、はい、壁があります、 ります、まあ、お客さんはねいらっしゃいませんが、会場の緊張感とか、高揚感を楽しい雰囲気を少しでも配信を見ていただける方に伝わるように我々も頑張っていきましょうということでございまして、ね、推しのライバーさんの晴れ舞台でございますから配信も最後までご覧になってください。はい、さあまずはショールーム初代公式アンバサダー任命式の開会に先立ちまして、はい、ショールーム株式会社前田裕二社長にご挨拶いただきます。前田社長どうぞお越しください。よっ、いらっしゃいませお願いします。よろしくお願いします。拍手は大丈夫ですからね、はい、前田さんじゃあ一言お願いします。はい、よろしくお願いします。完全スマホ持ってるけどね、喋りたいこと全部喋る、喋りたいことメモってきたのね。そうそうそう、さすがメモマですね。そうなんです、はい、それでは、はい、お願いします。お願いします。このですね、今日の日がどういう目的で開かれてるかってことをちょっと皆さんに改めてお伝えしたいなというふうに思ってます。で、このショールームアワードというか式典祭典のようなものはですね、今まで実は年間に1回のペースでやってきてたんですよ、うん、はいはい、やってましたね、はい、これを増やしていくっていうことの裏側にある意図は、はい、大きく2つあります。ほうほうほう。で、1個がライバーの皆さんにスポットライトが当たる機会をとにかく増やしたいんです、うんうん、もうこれが一番まずありますよね、うんうん。で、年間1回で誰かが優勝したとか、こう今だとトップランカーに選ばれたとか、はい、光が当たる機会っていうのが年一だったわけなんですけども、はい、その回数を増やしていくことで、はい、よりチャンスを広げたいっていうのが思いとしてあります。で、そのショールームが大きくなればなるほど、ショールームの中で例えば今回だとアンバサダーに選ばれたとか、はい、このいわゆるこう祭典で何か表彰したという実績自体が、はい、その皆さんにとってのこう一つのアピールのポイントだったりとか、うん、売りになっていくってこともあると思うので、うん、はいはいはい、まあ、その機会を増やしていきたいよっていうのが一個あります。はは、このイベントやった意味ですね。そうそうそう、はいはいはい。で、もう一個結構大事なポイントがあるなと思うのはですね、はいはいはい、今回まさにお話していただいたように、はい、10万円だったりとか。そうですね、そうですよ、3ヶ月間お金がもらえるとか。お金がもらえるという、はい、大事なことですよね。大事ですよ、それは、はい、生活する上では大事なことですね。で、あとは直近のショールームの機能変更とかを見てても、はい、例えばああいうとこジュエルが入ったりとか。はいはいはい、そうですね、そうです、なんか時給制度なんか細かいとこ変わってますよね。そうです、そうです、はい、いろいろあると思うんですけれども、この裏側にある思いをちょっとお話したいなと思うんですけど。それぜひ聞きたいです、はい、皆さんにこう、まあ、たくさんお金を持ってほしいよっていうメッセージというよりはですね、はい、まあ、ゆくゆくはそうかもしれないんですけれども、よくまさにさっきも楽屋でツッツーと僕がね話したことなんですけど、地方っていう、まあ、呼び方をまさにね、そうですね、言ってましたけども、はい、地方があったら多い、皆さんがこれを見てくださってるライバーの方もそうですし、まあ、今日ここに立つアンバサダーに選ばれる子たちもそうですし、うん、これ見てくださっているリスナーの方々を皆さんにもお伝えしたいことなんですけれども、はい、ショールームで、力を発揮することと、はい、ショールームをある種こう何ですか、経由してそのさらに大きなステージ、うん、例えばテレビとか、はい、まあ、映画とか舞台とかあると思うんですけども、はい、そこに、まあ、登っていく過程で、うん、実は全然違う力を発揮しなきゃいけない。そうですね、はい、さっきも言ってましたけど、対画面ですからね、ショールームの場合はね、はい、例えばテレビだと、こういろんな人たちがいる中で自分がどのタイミングで何を発したら、うん、はい、こう面白いのかっていう、こう頭の使い方というのは、うん、もしかするとショールームで
見てくれてる1000人とかが自分のことだけを見ているっていう環境とは全然違うものかもしれない。全く違います。周りも引き立てなきゃいけないですね。そうなんです、はい、っていう時に皆さんは何をしなきゃいけないかと、まず本当に人気者になっていくためには2つで、ファンの皆さんと深い絆を作っていくっていう過程がありますよね、うん、確かに、はい、それまでやっていくと、はい、多く500人、うん、1000人って上がっていくかもしれないんですけれども、そのまずステップ1としてはファンの方と深い絆を作ってくださいねっていうところがあるんですが、はいはいはい、多分皆さんが目指しているのはさらに上のステージだったりする時もあると思うんです、うんうんうん、例えば楽曲を出していつか例えばそのチャートのトップ10の中に入っていきたいよとか、はいはいはい、テレビに出て本当にこう日本中誰もが知ってる人たちの横に並んで自分もそういう存在になっていきたいんだよとか、映画に出て自分が本当に映画館の大きなスクリーンに映ってる姿を親に見せたいんだとかいろいろあると思うんですよ、はいはい、ありますね。でそのステップに、そのステップ2のそっち側に行くために必要なことが今のショールームを普通に毎日やってるだけでは身につかないっていうことを思ってて、それはそうですね、はい、で何が必要かというと、多分皆さん生活するために例えばアルバイトをしたりとか、はい、普通に働いてる方もいらっしゃるかもしれないですよね、うんうん、僕の思いとしてはショールームを配信して頑張ってさえいればちゃんとお金が生活するに足るお金が入ってくるような状況を作れて、はいはいはい、でそうすると何が起きるかというと時間ができるんですよね、うん、でその時間を皆さんのその地肩を鍛える、はい、そのステップ2の本当にもっと大きなステージに登った時に、はい、歌唱力かもしれないし、うんうん、まあ、ツッツーみたいに、はい、何突っ込んでも返せるような返せるようなそうなんかこうそういう能力をね、はいはい、つけていきたい、まあ、対人だとね、そうだね、やりやすいですからね、なんか、はい、本当にツッツーってすごくてですね、いえいえ今日お子さんと一緒なんですね。はい。いや、お子さんじゃねえわ。違うんだよ。これ違うんだよ。俺、ショールのクマな。これは。子供じゃないから。子供ないですか。で、今の分かったでしょ。お客さんいないですよ、視聴者さん。それ、突っ込んでも全然誰も笑わない。この状況、二人だけのやり取りです。それの楽屋とかずっとやってるんですか。そう、ずっとやってます、この、でもやり取りを。ツッツさんは、本当にこう、はい、何でも1分突っ込めるっていう能力を、はい、まあ、好きですね、はい、はい、持ってるんですけども、はい、多分それってあれですよね、多分その能力を磨いてた時期っていうのがあったわけです。もちろん20代とかはそうですね、30代とかも磨いてましたね。ですよね、はい、なんで僕が皆さんお伝えしたいのはまさにそこですね、はい、これからショールームからどんどんスターを出していこうと、はい、夢を支えるって最近僕ら言ってるんですけど、はい、夢を持ってる人たちに対してその夢を叶えるためのステップをたくさんこう支えていきたいということがすごいあって、うん、っていう中で大事なことはまずちゃんと皆さんがちゃんと時間を持てること、うんうん、その時間を持つっていう意味ではちゃんとこのお給料があって、うん、他の活動じゃなくて皆さん その芸能とかエンタメの活動になるべくフォーカスしていただけるような集中してもらえるような環境を作っていきたいというのが今回のこのアンバサダーの裏側にある、うん、思いでございます。大事です。だから、はい、前田社長が今おっしゃってるのはショールームやってる配信者全員がその芸でお仕事を稼げる、お金を稼げるとまさしくいうことですよね。そうです。なんでそのステップ1は芸以外のところ、うん、コミュニケーションとか、うん、絆とか、まあ、そういったもので皆さんのこうお給料っていうとか収益っていうのが成り立っていくのかもしれないんですけども、はい、その先にある世界っていうのはまたちょっと違った世界で、はい、まあ、しゃべりのうまさとか知識とか、うん、なんか専門性とか歌のうまさとか、なんかまた別の何かを磨いていかなきゃいけない、はい、でそこにちゃんと努力を向けてほしいよというメッセージを込めております。そうだから配信者さんも僕もね何か知れるんですけど、よく聞くんですけど例えば地方から東京出てきて、うん、バイトしに来たわけじゃないよ、うん、みたいな、女優さんになりたくてもとか、はいはい、多いので、ショールーム自体は今時給制度もあるし、はい、ね、そうやって夢プラススキルまでいけるので、もう社長はもうその気持ちで今回もそうです、こういう二面式をやったということですもんね。そうです。なんで、あ、そっか、スキル磨かなきゃな、うん、忘れてたな、そっちにもちゃんと努力を割かねばっていうことを思い出してもらう、うん、ある種のこのきっかけだったりとか、はい、皆さんのなんていうんですかね、こう人生に対してちょっと刺激を与えたいなという思いで、はいはいはい、この今日の日を設計しております、はい、いやもう本当にこんな素晴らしいね、はい、機械も優しい男なんですよ。涙が出そうです。なんかいやもう本当にいい男なんですよ、ね、とんでもないです。というわけで私今日は任命式なので、前田社長にありがとうございました、はい、席におかけになってください、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日前田社長にはですね、アンバサダーの方々へトロフィーですとか盾、はい、を、はい、贈呈していただくという、ね、いい人でしょ。本当にもうなんか心が温かくなって、自分のこと考えてないの、人のことしか考えてないの。本当にすごいいい人なんですよ。本当に、はい、いや感動いたします、はい、はい、
さあこれからねどんどんと、はい、アンバサダーの方々をね、はい、発表していくわけですけれども、ね、はい、さあというわけでございまして視聴者の皆さん大変お待たせいたしました、それではショールームアンバサダー任命式を始めていきたいと思います。それでは2名の優秀アンバサダーを発表してまいります。まず1人目の優秀アンバサダーはショールーム人気ライバー決定戦で3位にランクインしたライバーさんです。果たしてどなたが選ばれたのか。1人目の優秀アンバサダーはこの方です。1人目の優秀アンバサダーに輝いたのはショールーム人気ライバー決定戦第3位の猫王子さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。猫王子おめでとう。おめでとうございます。猫王子さんは普段歌配信をメインに活動されているライバーさんなんですよね、うん、はい、猫王子さん、はじめまして。はじめまして、猫王子です。優秀アンバサダーいただきましたけどいかがでしょうか。いやもうまさかこんなことになると思わず本当にあの嬉しくて嬉しくて仕方がないです。いやもう猫王子やれてもショールーム界ではかなり人気の配信者さんでいらっしゃいますから、はい、ここまで来るのって結構努力されたんじゃないですか。そうですね、ただあのただ好きなだけでやり続けた結果というのが正直なところです。ほう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 、はい、普段は歌とか歌ってらっしゃると、はい、いうことなんですけれども、なんか今後やっていきたい展望みたいなのあるんですか。今後もちろんあの僕の夢としては、うん、あのメジャーシーンであったり、うん、あのアニメであったり、うん、ゲームだったりそういったところで歌いたいということもありますし、はい、あのもちろんこのショールームであの僕を含め、はいはい、あのいろいろな人が活躍していく中でも輝き続けたいというのは思っています、はい、いやーすごいな、イケメンだな、はい、なんか ね、 いいね、そうですね、うん、さあそれではですね、優秀アンバサダーに選ばれました猫王子さんには、うん、前田裕二社長よりショールームアンバサダートロフィーが授与されます。はい、お願いいたします。ちょっとね王子がね今ね画面上にしかいないんでね、はい、はい、トロフィーはあのスタッフが責任を持って猫王子のもとにお届けいたしますので、お楽しみにしてください。それでは優秀アンバサダーに選ばれた猫王子さん、改めてお気持ちの方お願いします。はい、思いにもよらない奇跡のような出来事に未だにあの信じられない思いでいっぱいです。はい、今回こんな素晴らしい初代のアンバサダーに就任できたのは本当にあのたくさんの猫プリたちの応援の力です。うん、本当にありがとうございます。そしてこれからも僕は上を、もちろん前をしっかり見て突き進んでいくので、うん、一緒に歩いてくれるとすごく嬉しいです。このルーム全体で受賞できたアンバサダーをもちろん任期期間中あの全力で全うしたいと思います。そして何よりもこのショールームを運営してくださっている株式会社ショールームの皆様、本当にいつもありがとうございます。皆様のサポートがあるからこそ僕はいろんな人に出会うことができて、たくさんの歌を届けられています。言葉では言い表せないぐらい感謝でいっぱいです。そしてさらにあの僕をこの地球へ召喚してくださった僕のボス、アマツウニプロデューサー、もちろん彼女がいなければ僕はこの場に立つことはありませんでした。日頃からボスとともに僕のサポートをしてくださる BIR のスタッフの皆様も本当にありがとうございます。僕の楽曲制作とさまざまな方の力を借りて進んできてきたものがこうして形になったことが本当に嬉しく思います。僕自身も含めこの素晴らしいプラットフォームであるショールームを少しでも多くの人に知ってもらうために、これからさらに全力で進んでいきたいと思います。最後に何よりここまで僕を応援してくれた猫プリのみんなに改めてありがとうございます。これからも頑張っていくので応援どうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ社長あの一応お渡しして、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、さあやっぱりさすがこう聞きやすいですし、でもあれですね、丸さんあのこういうバーチャルの方々にも、はいはい、日の目が当たるっていうのがこれショールーム狙いもありますもんね。そうですね、うん、あのなんかこう自分のなんですかね、あの見た目を出して出ていくのもちょっと嫌だなって思ってる方でも、うん、でもそれでも自分の歌を届けたいんだと思ってる人が、はいはいはい、また別のこう人格で挑戦できるっていうのが、はい、めちゃくちゃなんか優しい世界だと思います、ね、そうですよね、はい、これもねずっとね前田社長がおっしゃってて、その自分が出さなくてもちゃんと勝てる、うん、そのプラットフォームだったりとかシステムだったりとか前田社長が作ってくださってるので、そこはもう本当ね猫王子もめちゃくちゃテンション上がったんじゃないかなと。本当にそうでしょうね、はい、選ばれるなかなかですよ、うん、めちゃくちゃいるんですよバーチャルの方、ねね
かめちゃくちゃいる中でのトップですからね。そうですよね。素晴らしい。世の中の流れもそっちに行ってると思ってて、うんうんうん、あの結構それこそあのなんだろうな、そのトップチャートとかアップルあのトップ100とかで見てみても、はいはい、あの顔知らない歌い手が上位に結構いる。多いですね。はいはいはい。最近あのイブさんが顔ちょっと出したりとかいろいろありましたけど、はい、あのなんかそういうなんですかね、まさにこの自分のあの本当になりたい姿、はい、まあ、だから元々ね、こういう姿なんですけど、はいはいはい、あのになってその自己表現をするっていうのは、うん、なんかエンターテインメントの新しいこうあの世界かなと思って。いやそうですね、まさしくおっしゃる通りでございます、はい、頑張っていてほしいですよね。誰でもこういうね感じで、ね、あの頑張れば、はい、なんか上に登れるというところですもん ね。そうですね。素晴らしいですよ。あのあね、猫おじさん毎日配信をされている、はい、ということなんですけれども、はい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 、ちょっとねあのいろいろお話も ね、はい、伺ってみたいなと思いますが、はい、心がけてらっしゃることとかありますか？毎日心がけていることは、あの来てくれた人が明るい気持ちになってその日を過ごせるように朝配信をするということです。これね、猫人と聞きたいんですけど、僕だからバーチャルの方に一番質問あるのは、声の調子が悪い時どうしてるんですか？声に関しては、はい、あの調子が悪い時は、はい、残念ながら不満ですけど歌えないです。ああ、そうですよね、はい、その時はトークだけで。そうですね、それでみんながむしろ歌わないようにと言ってくれるので。ああ、なるほど。もうだから猫っぷりの方たちも そこは優しいんですね。そうですね、逆に怒られるぐらいです。あ、その無理して歌ったら怒られるぐらい。そうですね。可愛がられてるな。なんかこれ大変なこととかありますか、やっていて。はもう本当に特に今まで何一つあの大変だったりすることもなく、はいはいはい、はい、あの楽しく毎日配信をしてみんなとお話ししてます。なんかゲームが好きと伺いましたけども、最近ハマってるゲームは何ですかね、コージ？ハマってるゲームが、はい、モンスターハンターとウマ娘ですね。おうおうおう。モンハンどこまで来ました？いや、あのそれが全く進まないんですよ。それ配信はちなみにレコージ1日どれくらいされてるんですか？1日朝2時間と夜1時間ですね。はい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 。ということで1日の24時間分の3時間を使ってそれ以外のお仕事もされてらっしゃるってことですか？はい、金星の公務を行ってます。へー、すごいな。これ始めていく初期と今と変わったところって何ですか？変わったところは、はい、あの始めた頃よりも上を意識するようになったことですね。ほうほうほう。あとはもうみんなが待ってくれてるっていう気持ちが本当に強くなりました。これね、バーチャルやってる方たくさんいらっしゃるじゃないですか、王子みたいに、はい、その王子みたいに上り詰めるそのコツみたいなのちょっとヒントを教えていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか？そうですね、僕も初めてまだ10ヶ月なので。10ヶ月だいぶ長いですよ。だいぶ長いです。赤ちゃんだったらだいぶ重いですよ、10ヶ月は。あ、はい、そうですね、はい、ただ本当に自分がこうあったら楽しいだろうなっていうことを一緒に楽しんでいこうっていうのをみんなに伝えていくのが大事かなと僕は思ってます。視聴者さんはどういう層が多いんですか？男性も結構来てくれてますね。男性はどんな感じで応援してくれるんですか？普通に歌を楽しんで、僕の配信スタイルがライブなので、はいはいはい、はい、イベントの最後とかはノンストップライブで1時間歌い通しで、はい、ラストを走るっていう感じになってます。いや、もちろん僕もね、実は猫人見てるんですよ。あ、そうなんですか。はい、こっそり実はこの今回のイベントもあったんで実は見てたんですけれども、はい、歌めちゃめちゃうまいし、それでなんか優しくこう語りかけるじゃないですか、うん、あれもファンの方との交流っていうのはなんかコツはあるんですか？は、目線を合わせることは意識はしてます。はあ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 。年齢層が結構広いですよね、猫おじの視聴者さん。そうですね、いろんな方といろんなお話をする、うん、僕自身が地球に来て間もないので。そうですよね、地球もね、はい、大変ですもんね今ね。なので、はい、いろいろ教えてもらいながら、はい、はい、交流してます。わかりました。じゃあそれでは最後にファンの皆様に一言よろしくお願いいたします。はい、いつもたくさんの応援いただいてありがとうございます。まだまだこれから頑張って走っていくので一緒に住んでいけたら嬉しいです。はい、優秀アンバサダーに輝きました猫おじさん、改めておめでとうございます。すごいね、はい、いやだからバーチャルってね、実はね僕もね一回やろうと思ったんですよ。あ、そう、そうなんですか、堤下さんが？そんな感じじゃないでしょ。何それ。いやいやいや、堤下さんが良くなくない？そのなんか言葉がなんかごめんなさい、ごめんトゲがあるよな。いや僕やると思ったんですけど、バーチャルってこの見た目言ったら、はい、見た目と声が必要じゃないですか。そうですね、僕こんな声なんてちょっと向いてない。一回本当に動いたのよ僕。バーチャルのソフトまで入れて、ショールームを使ってバーチャルやろうと思ったの。どんな
感じのバーチャルにちなみに。いやもう超イケメン。あ、そう。超イケメンの執事が、あのみんなの言うことを聞くみたいな設定で。真逆ですね。真逆ってなんだ、真逆って。いや、あのなんか執事っていうイメージもちょっと逆かなと思って。やろうと思ったんですけど、でも猫王子は、やっぱり僕配信も見てるんだけど、とにかく声が甘いし。甘いんですよ、そう。そう、それでね、見た目ももちろんいいんだけど、あのね、受け答えがね素晴らしいのよ。ね。そう。もう猫王子さんだからこそやっぱりもう猫王子なんだよみたいなとこですよね。入っちゃったらあんま出たくないもん。確かに。でライブもあるからその歌まで聞きたいし。そうですね。トークの後の歌とかものすごいいいから、猫王子はもう絶対ここに来るべき人だ。さらにこれから伸びるんじゃないかなと私も思っております。はい。はい、さあというわけでございまして、続いて参りましょうか。はい。二人目の優秀アンバサダーはショールーム人気ライバー決定戦で2位にランクインしたライバーさんです、はい。果たしてどんな方が選ばれたでしょうか。2人目の優秀アンバサダーはこの方です。2人目の優秀アンバサダーに輝いたのはショールーム人気ライバー決定戦第2位の川岸ルナさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ川岸さん、優秀アンバサダーに選ばれましたがどうですか。いや本当にびっくりで、お1年前にちょうど配信始めたんですけど、はい、まさか1年でこんなに素敵なステージに立てると思わなかったのでありがとうございます。意外と僕あれなんですよ、ガクシさんとちょっと交流がございまして。そうなんですか。あ、配信中ですけど。なんか最初はなんか僕のルームに来てなんかいろいろこう喋ってもらったりとかして、で僕もガクシさんのルームとか行って、一気に応援団増えたよね。ありがたいことに。ね、あのミスなんだっけ、ミスコンでいいのかな。はい、フレッシュキャンパスコンです。フレッシュキャンパスコンですか、はい。あれをもうやってて、はい、そのフレキャンのイベントを大学生がね、はい、今大学何年生だっけ。2年生でね、はい、でそれでやってたんですけど、そのうちのお一人で、はい、僕のルームって結構あの変な人が多いのであんまり盛り上がらないです他の人来ても。でも彼女が来たらめちゃくちゃ盛り上がってて、そのおしゃべり上手だ、しかも根性があるというね。いやすごいっすね。すごい、あのいじってくださってるんですよ配信中に。すごい。いやでも本当川岸さんだけですよ、僕のルームのあのいじりに耐えられたの唯一ですよ。僕のところ一応フォロワーが5000人ぐらいいるんですよ、はい。それでやっててこう変な話ですけど、僕の名前、私の名前覚えてくださいねみたいな、で結構わーっていじるんですけど、川岸さんだけ強く返してきたの。強く返してメンタルがすごいです、メンタルが。でもそれって素晴らしいことですよね。そう、それだから優秀になるんじゃないかなと、うん、優秀アンバサダーになりますよそれは、さあそれではですね、優秀アンバサダーに選ばれました川岸さんには、うん、前田社長よりショールームアンバサダーのトロフィーが授与されます。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ川岸さん、トロフィー手にしていかがでしょうか。まずこの名前が入ってるのがすごく嬉しいな。だいたい掘ってるでしょトロフィーは。そうなのかな。だいたい掘ってるそれ。あんまりもらえる機会ないので。いや名前ないトロフィーなんてないよ世の中にほとんど。いやとても嬉しいです、ありがとうございます。なんか逆に川岸さん、せっかく前田社長にお会いするの初めてでしょ。そうなんです。前田社長になんかこんなことをなんかショールームこういう機能欲しいよとか、こういう機に言った方がいいじゃないですか。確かに何でも何でも言ってくる、何でもやってくれますよ社長は。何でもやってくれますか。何でも言ってくれます、はい。なんだろう、私ちょっとテコンドーをやっていまして。テコンドー、え、前田社長殴るの。それはダメだよそれは、それは俺にして、はい。じゃあ、前田社長と、はい、組手を。はい、いやいや、組手やらない組手やれるタイプじゃないから俺がやるから。でもどうですかサービス使ってみてショールームというのは。本当にカラオケとかも今まで人前であんまり歌ったりしなかったんですけど、うん、そうなんですか、へえ、はい。ショールーム活動、その配信も通して、はいはい、すごい今ではもう元気よく毎日歌わせてもらってます。よかった。でも社長こういうことでしょ、こうやってフレキャンとかもそうだけど、いろいろイベントやりつつもこうやってこのステージに上がるという、上がって、うん、でもっと今まで川岸さんも知らなかった人たちが注目するようになって、うん、どんどんこう活躍のチャンスが広がっていくっていうことにしていきたいんですよ、うん。なので、でその時になんかちゃんと胸を張ってもっと高いステージに登っていけるように自分を磨いていってください。はい、応援してますので。ありがとうございます。ガキさん、将来の夢何でしたっけ。確かに聞きたい。将来の夢は、うん、スポーツの魅力を伝えられるアナウンサーに、そうだよね、と思ってます。だスポーツキャスターになりたいって、ね、はい、おっしゃってましたもんね。いやだから先ほどそれ前田社長の話聞いてどう思いました。そういうのを育てていきたいっていう。だからこの今現在もショールームで、うん、
さまざまなあのリポーターのイベントに出させてもらっていて、うんうんうん、すごくあのチャンスにつながって、うん、夢につながっているので、これからもイベントにたくさん出て、夢につなげられるチャンスをもらもあのゲットできたらいいなと思います。そこにあのなんだろう、その自分が仕事をこうもらってちゃんと出た時に、あのなんだろう、みんながわこの子は本当に例えばあのスポーツ の、まあその任された仕事に対しての洞察が深いなとか知識が深いなって思ったら、また一緒に仕事したいなと思ってもらえるかもしれないんで、うんうんうん、そういう努力を本当に出てほしいなと、はい、ちょっと成長できるように、はい、頑張ります。なかなかね、社長直々からコメントいただけることないと思いますけど、川口さんどうですか、改めまして選ばれた気持ちといいますか。はい、はい、そうですね、私は昨年5月にフレッシュキャンパスコンテスト2020の方にエントリーし、審査内容の一つがショールーム配信であったため、この配信活動を始めました。最初はアイドルが好きでショールームはよく見ていたんですけど、見ている側だったため自分が配信することに違和感を感じていて、なんでみんな毎日何枠も配信するんだろうとか、なんでみんなそんなに長い時間配信して何をしてるんだろうって思ってたんですけど、配信を続ける中でそんな私のことを諦めずにずっと応援してくれる方々がいて、配信もみんながたくさんコメントしてくれたり盛り上げてくれるから、すごくどんどん大好きになりました。プレキャンの結果としては審査員特別賞を受賞することができました。でもやっぱりグランプリを目指していたので悔しい気持ちもあって、その悔しさがあったからこそ配信をやめるんじゃなくて、そこでやめるんじゃなくて、これからもショールームの活動を続けていきたいと思うようになりました。配信を続けていく中でたくさんの方に出会うことができて、私のルームの方々は本当にみんな優しくて面白くて素敵な人しかいなくて、そんな皆さんに出会えたことが私の宝物です。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、川口さん、じゃあ今後の夢はスポーツキャスターに向けていくということなんですけども、配信内容とかはどう、なんかこんなのしていきたいなとかあるんですか。配信内容は今、はい、小さい頃から、はい、お母さんと一緒にエレクトーンを習っていて、はい、エレクトーン、はい、はいはいはい、で今もエレクトーン配信をたまにやったりしているんですけど、ほう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 、まあみんなからもすごい好評をいただけているので、はい、これからもエレクトーン配信だったり、はい、あとはチアダンスを中高でやってたので、うん、やられてましたね、はいはい、ダンス配信をしたりと、ちょっと、はい、他の方とはまた違う私らしさを出せる配信をしていけたらいいなと、うん、単純にほら配信アプリで言ったらいろいろあるじゃないですか。これショールームの魅力っていうのはどう思われます、うん、やられてて。ショールームの魅力、うん、そうですね、なんだろうな、他の配信アプリあまり私わかんないんですけど、うんうん、でもその配信っていう活動をしてみて、うん、思ってるより全然リスナーさんとの距離が近くて、うん、近い近い、なんかすごいお友達かのような感覚でいつも楽しませていただいているので、うんうん、これからもみんなに仲良くしてもらえたら嬉しいなと思います。テコンドー、先ほどおっしゃってましたけど、はい、テコンドー配信はしないんですか。いや、したことあるんですよ、実は、はい、そうなの。道着着て、はい、構えて、はい、配信のカメラの前で、はい、やったんですけど、はい、ちょっと恥ずかしくていや、だって全国3位でしょ。あ、そうなんです、うん、はい、そこまで行ったのにちょっと恥ずかしさが出たの。いや、だって誰もまあ見てないわけ、見てくれてるけど、うん、カメラしかないわけじゃないですか。まあ確かにね、カメラの前で決め顔して、はい、蹴ったりするのは結構ちょっと恥ずかしかったんです。じゃあ僕がカメラの前で決め顔してるのすごい恥ずかしいじゃないですか。僕ちょくちょくしてますよ。僕は恥ずかしいですね。やめとけよお前やめとけやでもどんなイベントなんか欲しいみたいな、なんか今せっかく社長いらっしゃるんで、はい、こんなイベント作ってくださいみたいな言って、ね、今言える、もう目の前言えるチャンスだから、前の社長に会えることなかなかないからチャンスだからこれ。いや、はい、テコンドーやってるってのもあって、はいはい、格闘技が好きなので。なるほど。格闘技とあトロフィー渡す人とかチャンピオンベルト渡す人とか、そんなのもできたら。格闘技にまつわるイベントですね。あとはやっぱりリポーターとか、うん、スポーツ系のリポーターとかが、はいはい、イベントがもっともっとたくさんあったら、
嬉しいなと思います。わかりました、ありがとうございます。川口さん、あれでしょ、初めてマネ社長に会ったでしょ。そうなんです。マネ社長マジでやるからね、すげえスピードでやるからね。本当ですか。そう、めちゃくちゃ早いからこの人仕事が。やりましょう。その時はちょっとテストがあっても何があってもちょっとイベントに参加させてください。テストはちゃんとやって学業はちゃんとやりつつイベントにも参加して、じゃあ、はい、今のところこのショールームの配信でしかも優秀アンバサダー選ばれて、今はもう全然文句なく楽しく、先ほど一番最初前田社長がおっしゃってたじゃないですか、2つの意味、うん、あの字型をつけるっていうのは、それはどうですか、ご自身で感じますか。そうですね、でもそうですね、まあ、ショールームっていうアプリは、うん、その1年間やってみて、やっぱりイベントに出ると順位が出て、うん、ポイントが出て、うん、でアバターとか見ると結構誰が来てくれてるか、そうですね、誰が来てくれてないかっていうのが分かるので、うん、まあ、その現実がたまにここ最近ちょっと、あ、最近この人来てくれないなとか悩むことも多々あったんですけど、ありますね。でも今日このステージに立って、うん、堤下さんが、はい、そして前田社長とお会いすることができて、はい、あ、私優秀アンバサダーなんだと。そうですよ、誰に持ってますから、思い切って。そうです、だから2位ですから持ってますよ。ちょっと自信を持って、もっともっとその自分の将来の夢であるスポーツキャスターに向けて、はい、頑張っていこうかなと。これは社長あれでしょ、ショールーム出身のスポーツキャスター出たらまたちょっとね、ショールームもね、いや、まさに頑張って応援して、うん、行って本当にその夢を実現してほしいなと思うので、うん、配信でもそういう話っていうか、スポーツキャスターのまさにその地方というか、うん、実際それを試しにやってみてもいいと思いますし、あ、確かに、そう、能力を高めるような時間の使い方してみてもいいかなと思います。あ、それはいいですね。じゃあ川口さん、はい、最後にファンの皆様に一言お願いします、はい、あの前に最後に一ついいですか。なんだ、選んでもいいよ。多分今配信見てくれてる、うん、父さんとお母さんに、あ、お父さんとお母さん見てくださるんだ。はい、あら、まあ、ちょっと普段お父さんお母さんなんて呼ばないんですけど、うん、まあ昨日母の日だったりもしたからね。はい、うん、いつも本当に私のこの配信してる活動を応援してくれてありがとうございます。いつもガチイベがあると朝何時に起こしてとか、この間も沖縄や愛媛のリポートがあるっていうと一緒に飛行機でついてきてくれたり、夜中にすごい大きい声でカラオケしたり、すごい迷惑ばっかりかけてると思うんだけど、それでもいつも応援してくれてありがとうございます。これからももっともっと大きくなれるように頑張るので、そしてちゃんと学業の方も頑張るので、うん、これからもよろしくお願いします。お父さんお母さん、ルナ頑張ってるよ、うん、頑張ってま す本当にありがとうございます。ということでございまして、ルナさん、はい、ありがとうございました。優秀アンバサダーに輝いた川岸ルナさんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。いやすごいですね、これを通してお父さんお母さんにご挨拶できるだなんて、こんな場なんてなかなかないですよ。いやだって21歳でしょ、川岸さん20歳でしょ。まだ20歳ですよ。20歳であんな立派なの、僕の半分も生きてないですよ。俺お父さんとお母さんに俺なんて言ったことないよ。すごいな、人間できてるな、羨ましいな。そうですね、いろんな経験が ね大きくするってことですよ ね、 そういうことですね。さあ、それでは続いてまいりましょう。はい、はい、さあここからは特別アンバサダーの発表です。うん、特別アンバサダーっていうのは一体何なんですか。はい、こちらご説明しますね。はい、ショールーム人気ライバー決定戦2021スプリングサマーでは、はい、人気ライバーランキングと同時並行しまして、うん、ファンのナンバーワンを決める最強ファンランキングも実は実施してやってましたね。はい、横でね。でこれは対象ギフトを最も多くギフティングしたファンを決めるランキングです。はい、そしてファンランキングの1位2位の方を最強ファンと認定いたしまして、うん、そのご褒美として特別アンバサダー指名権が与えられたんですよね。じゃあいっぱいこうギフトで応援してくださった方がこいつもアンバサダーにしてやってくれよと、はい、できる権利を持ってると。そうなんです。これがねショールームのいいところでね、はい、いや配信者と視聴者さんの距離がね社長ね短い近いっていうのがねすごいいいところですよね。何をする、これがそうまさしくそれです。そうですね、うん、ということで最強ファンに選ばれたアンバサダーのことを特別アンバサダーというわけなんです。そういうことなんです。じゃあ最強ファンから選ばれたということはこれ結構嬉しいこと。これは相当嬉しいですよ ねですよね、はい、そして最強ファンの皆様も悩んだと思いますけれども、それでは特別アンバサダーの発表に参りましょう。はい、それでは一人目の特別アンバサダーはショールーム最強ファンランキング2位の過去の亡霊名もなき仙人さんに選ばれたライバーさんです。はい、さあ果たしてどなたが選ばれたのか、一人目の特別アンバサダーはこの方です。
人目の特別アンバサダーに輝いたのはゆうちむさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあゆうちむさん、はい、特別アンバサダーに選ばれましたけどいかがでしょうか。いやもう本当に驚きで、はい、心から嬉しいです。これねだから名もなき亡霊さん、名もなき仙人さん、はい、はい、過去の亡霊、まあ、もちろん ご存知なんですよね、はい、やっぱりお前なってくれみたいなこう気持ちは配信中に伝わってきたんですか。いやでも私選んでもらえるなと思ってなかったので、はい、本当にびっくりしました。嬉しいですよね、はい、なかなかそんなことないですもんね。なんかこう配信中にこうここは見せなきゃみたいなところあったんですか。頑張って見せようみたいな、何度か言ってました。予選から、はい、ありましたね、ずっと長いことね。入りたいって、うん、以内に入って3位以内に入りたいって言ったんですけど、うん、惜しくも4位だったんで、はいはいはい、とっても悔しくて、はい、だからこそ選ばれた時は本当に、いやそうだよね、あーくそ負けちゃった。でも特別アンバサダーとして選ばれたってことですもんね。素晴らしいことだよなそれは。はい、さあそれではですね、特別アンバサダーに選ばれましたゆうちむさんには前田社長よりショールームアンバサダーの盾が贈られます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ改めて盾をもらっていかがでしょうか。なんか前田社長にこう言いたいこととかお話したいこと、こういう機会じゃないと言えないですから。で前田社長はすごいのは聞いたらすぐ実行してくれるんで、はい、言った方がいいです絶対これは、はい、うん。初めてお会いする。初めまして、はい、初めまして。かっこいいでしょ。うちの前田かっこいいでしょ、はい、かっこいいです今日家族からも、はい、会えるの羨ましいって言われたんで。あ、前田社長に会えるのが羨ましいって、はい、あ、そうなのね。あ、ご家族も見られてるんですか。はい、あら、見てます。ありがとうございますなんか違う、変な挨拶になってるからなんかありがとうございますみたいな、なんかどうぞどうぞ引き続きなんかこういう風にしてほしいなとか、ショールームに期待することがあれば、うん、今後ね、なんかこんなにしてほしいとか、はい、イベントですか。イベントでも何でもいいですよ、うん、こんな感じのショールームになってくれたら私は嬉しいなでもいいですし、はい、でもイベントは、うん、なんかアイドルさん、現役アイドルさんが、はい、と一緒に共演できるイベントが、現役ね、あ、現役、うん、現役って書いて現役ってもなる、うんうんうん、ごめんね、なんか訂正しちゃって申し訳ない、うん、のイベント方がある。あ、すいません、漢字が漢字、いや将来どういう風になりたいとかあるんですか、うん、アイドルになりたいんですけど、ね、やっぱアイドルになってる人と一緒にやっぱ共演とかしたら勉強になると思うんで、うん、アイドルをやってる人に人と共演できるイベントがやりたい。ありました。はい、じゃあその時のイベントを社長、はい、ちょっと増やしていただけたらと思っております。ありがとうございます。さあゆうちむさん、はい、特別なマサダーやりましたけど、改めてお気持ちいかがでしょうか。はい、はい、ちょっと緊張してるよねすごいね、はい、ちょっと覚えて聞こえなかったんで、盾持とうか。あ、いい、僕でよければ。あ、ちょっと社長、あ、いいですか、すいません、紙に書いて。ああ、手紙、はい、読んでください。ぜひ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 。この度、特別アンバサダーに選んでいただき、すいません、間違えました。手紙書いて間違えた手紙書いたら緊張するよね、ごめんな。いいよいいよ、ゆっくりいいんだよ。この度特別アンバサダーに選んでいただいたゆうちむです。ショールームを始めてもうすぐ2年になるんですが、まさか自分が今このような場に立てていることがとても夢のようです。今回このような場に立てているのも、特別アンバサダーに選んでいただけたのも、日頃応援してくださっているファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ショールームから特別アンバサダーの連絡が来た時、え、私が嘘でしょってなりました。本当に心から嬉しくて感動しましたそして今日人生初めてのドレスを着てるんですが、見てくださってる皆様に素敵なお姿をお見せできていたらとても嬉しいです。ありがとうございます。いや、なんかさ、今おいくつでしたっけ。18歳でしょ、はい、なんかその手が震えてる感じとか、なんかちょっといやちょっとなんかグッときたなんかおじさんも44歳だからなんかその頃あったんですよ僕にも。なんか嬉しいな。なんかでも俺アイドルになりたいって先ほど前田社長におっしゃってましたけど、はいはい、そういうのはまだチャレンジはしてないんですか。あ、してないですね、まだ。社長あれなんじゃないですか、ショールームから、はい、生まれるアイドルグループとかあってもいいんじゃないですか。そうですよね。ねえ、なんか面白そうっすよね。確かに。
アイドルになりたいっていうよりはもう自分が思えばすぐにアイドルになれる時代ですから、うん、うん、確かにね、その自分でね、その枠作っちゃえばいいんだもんね、うん、そうそうそう、そんなのもできるんじゃないですか。ぜひ、はい、ぜひ、すげえ緊張してるね。ね、めちゃくちゃ緊張してるよね。はい、お客さんもいないしね、ちょっとね。なんかそのいわゆる歌を歌ったりだったりとか、うん、その振り付け覚えたりとかってことってあるんですか、普段なんか趣味でとか。家で乃木坂さんが好きなんで、乃木坂さんダンス覚えて、前一回だけダンス配信しました。うんうん、でも昨年末ですかね、はい、ショールームのショールームアワードあったじゃないですか、はい、あの時にトップ30に選ばれてましたけれども、はい、なんか配信するのにこう気をつけてることとかありますか。気をつけてること、はい、なんかここはしないようにしようみたいなありますか、配信してる時に。でもむしろ配信の時にこれを見せてるみたいなことでもいいですけど、やっぱりあんまネガティブなことは言わないようにしてます。ほう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 、今の手紙も全部前向きだったもんね。はいね、前向きな手紙を書いてくれてなんかどうですか、でもこれからアンバサダーとしていろいろとやっていきますけれども、そこに対する意気込みみたいなのありますか。なんか配信始めたての人たちに、うん、今連続配信、はい、何日ぐらいやってんの。600日はすごいですよこれ、ね、私も1000日で終わりましたけども、すごいです。600日はすごい。いや私でも2年以上前からやってるんであれですけど、どうですかその600日が。体調がいい日も悪い日もあるじゃないですか、はい、それでなんか気をつけてることってあるんですか。体調悪い時はラジオ配信なんですけど、はい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 、もうとっても悔しいです。もう動画できないのが。でもねこれね、ショールームの素晴らしいことはラジオでもできるってことなんですよね。これはマネ社長だからラジオでもできるっていうのを考えてくれたのはすごくありがたいです我々としても。確かにそうなの、なんかありますもんね、うん、今日は変わらせないなって日が。ああそう、特にね女性ほらメイクができてない時とかっていうのはね、はい、ラジオ配信できるっていうのも一つのまた力で、ファンの方には何を言われて、今日なんか言われてきましたか。昨日も配信したんでしょ。しました。で今日このアワードあったわけじゃないですか、これが、はい、アンバサダーが何、はい、か言われましたかファンの方に。めちゃくちゃもうすごいって言われて、はい、もうなんかアンバサダーの人みたいな、なんか名前が特別アンバサダーの人こんばんはって。いやでも特別アンバサダーの人ですからそれは正しいと思いますよ。本来だったら私そこ立ちたいですもん、だってここになっちゃって全然アンバサダー僕そうじゃないもんだって。素晴らしいことですよ。でもアイドルを先ほど目指してるって言ってましたけれども、アイドルは何歳ぐらいまでとか決めてるんですか。20歳。20歳までにアイドルになる、はい、それはなんでですか。やっぱり結構アイドルのオーディションって二十歳までとか結構多くて、ほう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 、まあ、10代でアイドルになりたいんですよ。今事務所みたいなの入られてない。入ってます。入ってる、あ、はい、じゃあそこからもしかしてあと2年間でアイドルになれたらいいですね。なるでも社長あれだよね、これなれたらいいねが一番なる気持ちがあるっていうのは夢叶いますよね、言うとね。そうですね、でもすごい具体的に努力もされてます、うん、なんか本当すごい近いと手伸ばすと本当すぐそこにもう掴めるところまで来てると思うので、うん、いやありがとうございます、はい、もう本当に頑張ります。はい、説得力がね、うん、本当ちょっとだと思います、うん、ありがとうございます。頑張ります。あれですね社長、はい、言うこと大事ですよね。めちゃ大事です、ね、はい、そうめちゃくちゃ大事。マネ社長もよくおっしゃってますけど、口に出す、声に出す、音に出すっていうのがすごくその夢とか目標を叶えられるチャンスなので、うん、もうこういう時もそうですけどどんどん言っちゃった方が、はい、したらなんかもしかしたらじゃあアイドルさせようって思う方もいらっしゃると思うし、はい、そういうパターンも多いと思いますよ。じゃあ言います。うん、どんな感じのアイドルになりたいですか。やっぱり可愛くて、うん、清楚系のアイドル。もう現段階で可愛くて清楚だけどね、うん、もうそもそもがそれだけど、じゃあこれでさらに歌も歌ってダンスもして、はい、っていう風になりたいということでございますね、はい、じゃあ最後にちょっとファンの方に一言お願いいたします。はい、これからも夢に向かって精一杯頑張りますので、これからも応援してくださったらとても嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ改めて盾をもらっていただいて、すいません、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、特別アンバサダーに輝きましたユーチムさん、おめでとうございました。いやすごいっすね、こうアイドルになる18歳っすよ、はい、僕18歳の時なんかただの野球少年ですよ丸坊主の。でもそれはそれで夢を追ってたわけですよね。甲子園出たくて ねサードコーチャーだったけどね。あ、そうなんで、ごめんなさい、すげえいじってくるけど、ごめんなさい、ごめんなさい、さっきからすげえいじってくるでしょさん、なんか俺とさ、いやほら前田社長がいじってもいいよっていう振りを多分オープニングでしてくださったんだなと思って。俺全員突っ込むから誰でもいいんだから、スタッフでも誰でもいいんだからとにかく突っ込めたらいいんだから、俺は誰でも突っ込みたいんだから俺はねえ、でも、はい、本当に素敵なね空間がね、うん、今も広がってるなと実感しております。さあ2人目の特別アンバサダーはショールーム最強ファンランキング1位のガクさんに選ばれたライバーさんです。はい、はい、果たしてどなたが選ばれたのか。2人目の特別アンバサダーはこの方です。
目の特別アンバサダーに輝いたのはまやさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあまやちゃん、はい、選ばれましたけども、もう、はい、まやちゃんはもう常連じゃないか。いやもう本当に恐縮すぎて。トップランカーもやってるし、いかがですか、選ばれた感想は。本当にびっくりなのと、うん、本当に恐縮なのと、うん、本当に ありがたいので。だってまやちゃんもうショールーム始めて何年、毎日配信が4年、うん、4年だよ。4年ってもうすぐ4ヶ月。すごいよ。だってまやちゃん知らない人なんてショールームやってる人いないでしょ。いや、うん、そんなことないです。いやだって僕余裕で知ってますもん。ちょくちょく見てるし。あ、本当ですか。見てるよ、めちゃ。私も見てますよ。見るなこんなところ。おじさんの配信なんか見るな、別に誰も見なくていいんだから、こんなもの。でもやっぱお気持ちとしてはちょっと恐縮な。いや、もう本当にありがたいなって思いで。いや、選ばれてますからね、特別のアンバサダーということでございますから。はい、ということでございまして、はい、それではですね、特別アンバサダーに選ばれましたまやさんには、うん、前田社長よりショールームアンバサダーの盾が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあまやちゃん、はい、盾を持ってみていかがでしょうか。はい、すごい立派です。立派ですね。はい、すごいです。前のトップランカーの石とかもすごい立派だったもんね。もうなんかいつも違うんですよ。今回のこういうのも初めてです。前回も違かったもんね。前回も違いました、うん。どうですか、この改めてこの配信も4年以上やられてます、はい、らっしゃいますけれども、はい、これからもやっぱりそれは継続して、はい、まやちゃんにとってさ、ショールームってどういうことなんですか。やっぱ4年以上やってる方だと分かると思うんだけど、はい、ショールームとはみたいな。もう今までは本当に、なくてはならないものってずっと思ってきたんですけど、うんうんうん、今は本当にもう一部。あ、もう日常の日常の感じで。ほう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 。むしろ落ち込んでる時も元気がない時も元気を私もらえる場所が今ショールームのリスナーのみんなからもらってるので、本当に温かい場所です。それは前田社長嬉しいね。本当一番作ってよかったなと思う。ねえ、それね、はい、そこなんか前田社長なんかこう今こう言いたいこととかも長くやってますから、はい、こういうとこしてほしいとか、こんなイベントしてほしいみたいなのありますか。でも一番前田社長の言葉の努力はフェアに報われる世界っていうのが、うん、もう本当にその一番最初挫折しそうになった時に、うん、リスナーのみんなの応援と、うん、あとその前田社長の言葉を胸に頑張ってきたので、本当にあったかい場所で会ってくれるのが本当一番嬉しいなって思います、はい、ファンの方との関係性がすごい温かい、ね、ものがあるなと思って、僕もいつも自分のアバターで行くと自分にこの種目が集まっちゃうのが嫌で、うんうん、違うので見に行ったりとかするんで。ありがとうございます。そうなんですよね。社長ステルスしてるんでしょ、たまに。ステルスしてます。そう、ステルスしてるんですよ。そもそも僕に注目集まってもしょうがないなと思うからステルスで見に行って頑張ってるなと思うときにすごいあったかいなって思って、そう、私しかも4年間同じことをずっと続けるってやっぱすごい、それも才能だと僕は思ってて、しかもなんかもうものすごい数のまやさんのドレスを僕は見たなと思って。ほう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 。つまり、うん、アワードとか確かに感謝祭とかもね、感謝祭とかも必ず、うん、いつもいて、うん、こうやってこういうなんていうかあれ舞台でいつも会ってるっていうのが、うん、それは努力の結果でしかないので、うん、それがもうすでにものすごい大きな才能であるってことをちゃんと認識して、さらに高いステージに登っててほしいなと僕は思って。はい、いかがですか今のコメントいただいて、まやちゃん。はい、嬉しいです。なんかやっぱりショールームを始めて、うん、SNS とかあと誹謗中傷とか、うん、そういったところにも改めて目を向けることがすごく増えて、うん、はい、でその中でもやっぱりショールームって、うん、リスナーのみんなと過ごしている中で、うん、本当にあったかい場所で、その温かい気持ちをもらった時に、あ、こんなに今まで全く知らなかった人なんですけど、うん、そんな人からもらったあったかい気持ちってこんなに嬉しくなるんだなっていうのを初めて教えてもらった場所なので、もうこの場所から応援してくれるみんなと一緒に頑張っていきたいなって思います、うん、ショールームのさ、すごいところはさ、そういうなんていうの、誹謗中傷とかいろいろ SNS あるけど、そういうのが書けなくなるじゃない、うん、ショールームって。そこら辺のシステム前田社長うん、やっぱり作ったっていうのはすごいなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、単語ベースでね、そう、単語でそういうのを切っていくっていうのが、はい、あと今衝撃的だったのが、はい、まやちゃんの配信には前田社長ステルスで行くけど、はい、僕の時には前田社長のアバターで来て散々ボケて帰るんですよだからそれ変えてくんないじゃん俺の方もそれだったらなんか俺のとこ来てボケて帰るみたいなさ、ボケたくなって
見たいです、そのボケてるのに突っ込んでるのを見たい。違う、来るのよたまに。たまに来てボケて帰るのよ、去ってすぐに、うん、じゃあ帰るねとか言って。それだからまやちゃんの羨ましい、ステルスでちゃんと応援してくれてるんだから。でもなんか今後ショールームまだまだ4年やってますけど、これからももちろん続けていくつもりだと思うんですけれども、はいはい、なんかやってみたいこととか、はい、ショールーム内でこんなことしてみたいなみたいな、はい、まだ夢とかあるんですか？まあ、夢はシンガーなんですけど、うん、でもあのショールームってやっぱイベントがあって、はい、夢を追えるものがいっぱいあるんですけど、うん、なんかこの達成するまでの過程というか、その経験値を上げるような、うん、なんかイベントがあると嬉しいなと。おお、それだと前田さんどういう経験値を上げるっていう。経験値ってさ、シンガーとしての。あ、そう、例えばその今あのシンガーとして活躍している方の、例えばステージとか裏側とかレコーディングとか、うん、そういうものを経験してみ見てみたいなっていうモチベーションとか。すぐやります、すぐやります。あ、早いから、はい、本当にすぐやるからでもな。本当にすぐやります、それ。あ、それはでもモチベーションってあの確かに結構一番あのつながる気がします。自分の経験値、はい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 、それめっちゃ今パッと思いついたのがあるんで、すぐやります。あ、すぐ、はい、マヤさんあのすぐやるそうです、はい、楽しみです。で、マヤ社長のすぐって結構秒単位のすぐだから、あのすぐにイベントに参加していただけたらと。これを見てるショールームスタッフも僕が何のことをイメージしてるか分かってる。あ、もうね、すでにバレてる。もう動き出してるかもしれないスタッフが、はい、さあ、マヤさん、はい、改めましてアンバサダー選ばれましたけど、はい、特別アンバサダー、はい、ご感想をお願いします。はい、まずはここにあの最強ファンとして私を指名してくださって立たせてくださっているガクさんに心からお礼を伝えたいと思います。本当にありがとうございます。そして今の私がいるのは本当にあの今まで出会ってくれて応援してくださった本当に全ての皆様のおかげで今があると思っています。もう全然泣くつもりなかったんですけど、やっぱりこの4年間本当にいろんなことがあって、挫折もいっぱいあって何度も涙を流しながら歩いてきたんですけど、そんな中でもいつも同じ気持ちでそばにいてくれてるリスナーさんがいてくれたからこそ、どんなに落ち込んでも何度涙を流して涙を流しても、でも昨日の自分より今日の自分が大好きでいれたのは、応援してくれるみんながいるからもっと頑張ろう、もっと成長したいって思いで走ってこれたからだと思っています。本当に感謝でいっぱいです。そんな大好きな応援してくれるみんなをもっと笑顔にしたいですし、もっと喜んでほしいですし、明日にワクワクしながらみんなと一緒にまだまだ見てない世界をいっぱい見ていきたいなって、そんな活動がしたいなって思っています。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやでもあれだね、今の話を聞いてるとこれからもショールームでいろんな夢を叶えていって、はい、やっぱりこうまやちゃんはさ、トップランカーとかもそうだけど、はい、賞を結構取ってるけど、いまだにやっぱり感極まるところがあるんだね。いやもうそうなんですよ、本当に。もうなんか一番思い浮かぶのが、うん、この応援してくれてるリスナーさんの、うん、が泣いてた姿とか、うん、こういうのをぐるぐる回ってしまって、うん、でもここにたどり着くまでにいろんな努力していろんなパターン見せて、それで今ここにこうたどり着いてこのステージに立ってるっていうのがすごくファンの方ももちろん嬉しいでしょうし、もうガクさんもねもちろん応援してくださってここに立たせてもらえてるっていうのはやっぱり素晴らしいことなんじゃないかなと私は個人的には思いますけれども、はい、ありがとうございます、ね、もう本当にこれからも引き続き、はい、いい歌を聴かせていただいたり、はい、楽しい配信を見させていただいたり、はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございます、はい、それでは皆さんのファンに向けて一言最後にお願いします。はい、もっともっと成長できるように一歩一歩頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。はい、特別アンバサダーに輝きましたまやさん、改めておめでとうございました。素晴らしいですね。そうですね、まやちゃんなんてもうショールーム界で知らない人いないですよ、はい、超有名配信者さんなんだけれども、いまだにやっぱりこう涙が出るっていうところがね、羨ましいね。僕なんか涙なんか枯れてしまいましたよ。もう全然出ないのに。これからあるんじゃない。これから泣くの。もうなんかさ、トゲがないさっきからなんか、これからお前泣かすぞみたいなさ。いや、しようよ、一緒に MC やってんだから。お願いしますよ。さあ、はい、いよいよですね、はいはい、最優秀アンバサダーの発表となりますが、は
い、まあ、改めて堤下さん、ここまでの4人のアンバサダーさんをご覧になっていかがですか。なんかこう僕もショールーム2年半ぐらい、うん、はい、あのやってるんですけれども、もう常連さんといいますか、僕も感謝祭だとかアワードとかも呼んでいただいてたりするんですけれども、はい、なんていうかこう配信するって結構心すり減るんですよ。あの相手がカメラなので、はい、人が誰もいなくてカメラの中でこの選ばれた方々4名ね、今までいらっしゃいましたけど、はい、4名の方はそこの壁を1個乗り越えてプラスファンの人が応援してくれるっていうところまで行き着いた人たちだと思うんですね。だからそこを、選ばれてここに立ったっていうそのなんか気持ちも分かるので、やっぱ素晴らしい方々が選ばれたなと思っております。はい、そうですね、やっぱり本当にその一つ一つの努力っていうものがきちんとね、うん、こうやって称えられるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。はい、さあ前田社長はここまでご覧になっていかがですか。そう、あの皆さんがやっぱりあの応援してくださった皆さんに対して思いをこう馳せてるんだろうなって思う、分かる、横にいてすごい分かるのが一番印象的で、あの今ツツが言ってくれましたけども、あのいやそんなにいいことばっかりでもないというか、配信してて確かになんか辛いなって思うこともあると思うし、疲弊することもねありますからね、疲弊することもあるし、うん、ストレス溜まることもあるし、うん、しかもやっぱりあのまさにその物理的にはカメラと向き合ってるだけって、うん、スマホと向き合ってるだけの時もあるから、ね、苦しいなって思うこととかにもきっと今思いを飛ばしてるんだろうなって思って、うん、でもそれも全てそのファンの方のこう応援とか思いで乗り越えてこれたっていうことを、うん、あの感じて、なんて言うんだろう、絶対その人生にあの苦難というか逆境とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、それを乗り越えるにはこういうことなんだなっていう経験をみんながして成長してきてくれてる姿を見ているのがすごい僕は、うん、あのなんか嬉しくて感動してます。いやそうなんですよ、これショールームの配信ってこう山で登っていい時と下る時があるので、それを何山も乗り越えてここに来れてるっていう方々ばっかりだと思うので、本当に社長の思いもね、もう皆さんこの配信者さんに伝わってすごいいいなと、はい、思います。でファンの方々も本当にね、うん、嬉しいでしょうね、うん、こうやってね活躍してるところを見るっていうのがね、出てくれたら嬉しいと思いますよ。はい、はい、さあそれではですね参りましょう、はい、本日最後の登場となります、はい、最優秀アンバサダーはショールーム人気ライバー決定戦2021スプリングサマーで1位にランクインしたライバーさんです。はい、ということは今最もショールームで人気のある方ということでいいということですね、はい、そうです。果たしてどなたが選ばれた社長がショールーム初代公式アンバサダー任命式で最も栄誉ある最優秀アンバサダーに選ばれたのはこの方です。ショールーム人気ライバー決定戦2021スプリングサマー最優秀アンバサダーに輝いたのはアンナの空さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあアンナさん、最優秀アンバサダーに選ばれましたけど今の気持ちを。はい、本当にものすごい賞を、うんうん、ナンバーワンですよ今。すごいですね、はい、びっくりしてますし、はい、そこまで、押し上げてくれた、はい、応援してくれる方がいたっていうことが、はい、本当に嬉しく、その応援に応えていかなきゃなっていう責任感も。もちろんあのイベントに出てた時は1位になろうと思ってスタートし始めたと思うんですけれども、はい、イベントまあ終わりまして1位になってどんな気持ちだったんですか最初は。いや信じられなかったです。いやすごいことですよね、はい、これで1位になれるっていうのはもう本当にいろんな努力もしたでしょう。そう努力というかは、うん、自分がいつもこうやるべきことは何かなとか、うん、今の自分にやれることを精一杯やろうと思って必死に、はいはいはい、走ってきた感じです。はあ素晴らしいな、ショールーム界ナンバーワンっていうことでございますからね、はい、はい。さあそれではですね最優秀アンバサダーに選ばれましたアンナの空さんには前田裕二社長よりショールームアンバサダーのトロフィーが授与されます、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあアンナさん、はい、トロフィーいただきましたけれどもいかがでしょうか今のお気持ちは。トロフィーがめっちゃ大きくて、すいませんそちらのはこちらの人からのすいませんすいません、はい、飾るところもちょっとねなかなか選ばれますけれども、はい、ね
こんな、素敵な賞をくれたリスナーさんに本当に本当に、ありがとう伝えたいです。ありがとう、はい、それではもう最優秀アンバサダーに選ばれたアンナさんですけれども、そのこれから最優秀アンバサダー、要するにショールームナンバーワンでございますから、どういう気持ちとかどういうことをやっていくとかっていうのちょっと所信表明とかいただいたら嬉しいんですけれども。あ、はい、初代アンバサダーという賞を、いただいて、はい、実際にそのショールームさん、前田社長とかがどういうことをこう初代のアンバサダーに期待してくださっているのかとか、どういうことを、こうやってほしくて、こういう、なんだろう、場を作ってくださったのかっていうのをしっかりこう理解して、ショールームさんと話し合いながら相談しながら、なんか私ができることだったりとか、頑張れる場所があったらそこで頑張りたいなっていうふうに、思っています。素晴らしい、はい、マリ長どうですか、アンナさん1位でしたけれども。いや、素晴らしい、もう本当に凄まじいライバーなんですよ、うんうん、なんかだからなんだろう、まあ、これからアンナさん自身も自分の夢をもっと高みに向けて、はい、追い求めていってほしいなと思いますし、はい、でももうもはやアンナさんみたいになりたいっていう人もショールームの中にいるなと思ってて、確かにね、そういう子たちに対して、はい、どうやったらこういう存在になれるのかというか、もう本当にもう日本でもトップクラスのというか、まあトップのライバーなわけで、なんかそこに行きたいっていう、まずそこに行きたいんだって子たち結構多いと思う中で、なんかアンナさんがこういうことを気をつけてやってきたんだよとか、なんかその、うん、なんですかね、教育って言ったらあれなんですけども、ライバー始めたての子に対していろいろ教えていくっていうような機会を作っていけたら嬉しいなってのはちょっと思ってました。はい、うん、どうですか、アンナさん、今改めて社長の言葉を聞いて。いや、その前田社長とは何回かアワードだったり、はいはい、イベントでお会いさせていただいてたことがあったんですけど、はい、こうやって直接、うん、私に対してどんなことをこう思ってくださってたのかとか、お話を伺う機会はなかったので、もう嬉しいです。すごいじゃないですか、見たことありますか、配信。いや、そう、すごいですよ、凄まじい、凄まじいっすよ、本当にナンバーワンですからね、はい、ショールームだって何千何万とやってる中での1位でございますから。そうですよね、とんでもないことですけれども、どうですか、これからは、今社長もねおっしゃってました、アンナさんを目指してという方も多分配信者さんで出てくると思うんですけれども、はい、そういう人たちに何か一つアドバイスみたいのがあれば、こういうとこを気をつけてやるとより配信が盛り上がるよみたいなのが。あ、そうですね、私は今日で、まあ、5年間ほど、まあ、ショールーム配信を。5年ですよ、5年もうすごいっすよ、幼稚園卒業しましたその特に幼稚園その5歳、5歳だもんだってなんか特別、そのすごくなんだろう、めちゃめちゃ可愛いとか、なんか特別自分に何かがあるっていうよりは、本当にしぶとく続けてきて、はいはい、こうやってステージに立たせていただいたと思ってるので、なんか今始めたばっかりの方とか、はい、あとはちょっと長くやってるけどまだ全然自分が結果残せないなって方もしぶとく一緒に続けて頑張れたらいいなっていうふうに思います。素晴らしいことですよ、ね、本当にこれで1位取れるっていうのは、はい、ね、なんか感動しますね。感動します。5年ですよ本当に。でもだからさらにそのライバーとしての、まあ、そのライバーがもっと職業として、はい、こう確立していくって世界を僕ら目指してますけど、はいはいはい、ただその中でもトップに君臨しているアンナさんみたいな存在が、それこそ本を書いたりとか、うん、でライバーっていうのはこういう辛いこともあるけど乗り越えるとこんな素敵なこともあるんだよっていうのを発信してもらえる、そのまさにアイコン的な存在になってほしいなと思って、うん、出版社はもういくらでも紹介しますたくさんしてますから、ね、よく本書いてるいくらでも本出せますから、いくらでも本出せますんですけど、確かにそのね、配信の教科書みたいなね、そうなんです、うん、だからそういう存在を目指していってほしいなと思いますし、なんかそれによってアンナさんがその人に対して与える影響力とか勇気みたいなものの、こう、幅も深さもどんどん広がっていくと思うので、僕はそういうお手伝いしたいなとすごい思っておりますし、はい、アンナさんならやっていけると思いますので、ぜひ引き続き一緒に頑張ってまいりましょう。アンナさん、改めていかがでしょうか、最優秀アンバサダーですけれども、はい、ファンの皆様とかにもねお気持ち伝えてほしいですけども、はい、ちょっと
語る感じでどう、いやいや、別に形は別にふざけてもいいし、語ってもいいですし、あ、ふざけてもいい、それは全然いいですよ、おしゃべりぜひしてください。はい、じゃあ、ちょっと今見てくれてる、皆さん、そして、こうして最優秀賞アンバサダーを、くれた、応援してくれた皆さん、本当に、ありがとうございます。今回のこの人気ライバー決定戦という賞は、今までのショールームにちょっとなかった形だなと思っていて、何かというと、こういう大きなステージに立たせていただくときに、最終審査があったりとか、リスナーさんがどんなにこう押し上げてくれても、最後に選んでいただけなかったりとか、する場所もあったんですけど、今回は本当にリスナーさんが選んでくれた、押してくれた、それで1位をつかみ取れた、イベントだったので、まさにリスナーさんと、私で掴んだ1位だったので、私もすごく嬉しかったですし、応援してくれたみんなも本当にめちゃめちゃ喜んでくれてると思ってます。ありがとう、ありがとうございます。はい、そして、ショールームを始めてね、さっきもちょっとちらっとお話したんですけれども、まあ、5年間やってきて、初めの頃はこう自分のことを頑張れば応援してくれる人がなんか1人2人って増えて、それがすごく嬉しくって、それが原動力で配信を続けていたと思います。でそこからこう配信を続けるうちに、応援してくれるメンバーのことをもっと楽しんでもらえるにはどうしたらいいんだろうって考え続けていく、まあ、自分がいて、でこう毎日配信し続けて、昨日で1283日、過ぎたんですけれども、そうした日々の先に今日が、あるんだなとしみじみ、実感しています。で今日ここのステージに立たせていただいて、ここが私のゴールではないです。でここのステージに立って、今、ね、みんなに向かってこうやって思いを伝えていたりとか、ね、前田社長とお話しさせていただいた いただいたりして、改めて感じたことは、もっともっと頑張れば、もっともっとショールームが、リスナーさんが私のことをこの先に押し上げてくれると信じられるなっていう、信じていきたいな、頑張りたいなと、思ったことです。でショールームを通じてそういう、チャンスをいっぱい掴んで外に羽ばたいていく、配信者さんがもっと、増えるような場所になったらいいなと、思ってます。私はさっきも、言ったけど、特別何かがあるとかではないけど、続けることによってこうやってきた、自分がいて、すごく今ここに立って実感していることは、自分を信じてやってきてよかったなっていうことです。で自分を信じてこう諦めないでやってきてよかったと思ってます。配信始めたての頃からこういろんなことがあって、だんだん上に登っていくと、すごく応援してくれる方も増える反面、すごくたくさんの批判も、増えます。でそんな中で傷ついたり思い悩んだりとか、することももちろんあったけど、私には行きたい場所があるし、この先の夢があるから頑張ってこれました。でそれを、そんな姿を応援してくれているみんながいるのが、アンナの空というルームです。前田社長から、先ほどちょっとこういうことをやっていってほしいという言葉を、いただけて、今一緒に頑張って配信してる、配信者さんだったり、
ね、あの一緒に共に頑張ってる仲間にここで私から伝えたいのは、私は今今日ここで私の夢が叶ったわけじゃないけど、ここで立ってることですごく実感した、手応えを感じたことがあります。それは、自分を信じて諦めないということが本当に大事だということ、そして、夢は諦めなければ叶うって言うけれど、諦めないっていうのは、自分を信じて貫くことだと思います。私はこれからも自分を信じて諦めないで夢に向かって走り続けたいと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。改めまして、最優秀アンバサダーに輝きました安奈野沙羅さん、本当におめでとうございました。おめでとうございます。さあ、ということで安奈野沙羅さんにはこのままエンディングにもお付き合いしていただきたいなと、思っております。はいはい、さあ、それではちょっと我々も移動をさせて、はい、そうですね、はい、はい、移動させていただきます。はい、はいはいはい。さあ、ここまでお送りしてきましたショールーム初代公式アンバサダー任命式、いよいよお別れの時間となりました。堤下さん、はい、という間でしたね。ね、1時間半で結構長いのかなと思ったら、みんなの夢も聞けて、はい、刺激も与えてもらって、前田社長もいろいろとね、こうお話できて、はい、なんか良かったんじゃないんですよ、なんかすごく。ね、なんかエネルギーもらいましたね。ね、なんかね、パワーいただきました、私も、はい、本当に。はい、さあ、ね、前田さん、5名の、ね、アンバサダーの皆さんにどんなことを期待されますか？うん、それもすごいシンプルで、2つなんですけど、1個一番大事なのは、もっとあのショールームをある種あのいい意味で踏み台にしてもらって、さっきアナさんがおっしゃってくれましたけど、もっともっとそのあの大きな夢を叶えていてほしいと思ってます。で、なんかなんだろう、僕もたくさんの夢を持って人生過ごしてきたなと思うんですけども、例えばなんか手近なところで言うと、海外で働いてみたいっていう夢がずっとあったんですよね、中学生ぐらいに思ったんですけど。でも本当にがむしゃらに頑張ってたら、海外で働く夢って叶っちゃったんですよ。とか、こういう大学に行きたいと思ったらその大学に行けちゃったとか。ただそれってすごい複雑な感情で、行った時ってなんか夢叶っちゃってて、あの楽しいし嬉しいんだけれども、一番自分が輝いた時っていうのは、そこに向かって頑張っている時が最高に楽しかったなってことを思い出して、そしてまた次の夢をこう見つけて頑張ってる今が一番楽しいんですけど、皆さんもすでにもうすごい夢を叶えてここまでの来てると思うんですが、あの常に大きな夢を持って、それを自分と自分を応援してくださる方々と一緒に手をつなぎながら追いかけていくっていう、このなんか気持ちを忘れないでいってほしいなっていうのが俺に一番期待することですね。で、あのそのもっと高みを目指してくれ、お願いねっていうのが一個のメッセージなんですけど、もう一個はあのそのために必要なことは、あの冒頭でお伝えしたんですけれども、結構シビアなあの地方の世界が待ってるので、そこをちゃんと引き上げていくっていうことがすごい重要だと思っています。なのであのその夢を目指していくぞっていうその気持ちの部分もそうなんですけども、あの具体的にじゃ あのどうやったらあの今のファンの方々が喜んでくれるってことだけじゃなくて、自分がじゃ あのもっと大きなステージに立った時にあの何ができるのか、そうシンガーを目指しているのであれば、じゃあ分からないですけど、じゃあ、まあ、日テレの金曜23時に30分今ここでパフォーマンスしていいですよって言われた時に、今あなたは何ができるんですかっていうのをあの磨いていくフェーズに入ってると思うんですよね。なんでそっち あの本当にこう芸術力とかパフォーマンス力とかあのコミュニケーションだけじゃなくて、本当にこうパフォーマンスで人を感動させることができるっていうための具体的な努力をしていってほしいなっていうのが、あのこのアンバサダーの今日のイベントを通じて僕が一番伝えたかったことでもあります。なので夢を追いかけ続けるっていう強い、さっき あの自分を信じて貫く気持ちっていうのを持ち続けてほしいし、夢を持ってそこをあの追っかけて頑張っていくってこと自体が幸せだよねっていうのをまた共有したかったのが1個目と、2つ目に具体的にあの何をしたらいいのかっていうのをあのちゃんと自分で決めて頑張ってほしいなっていうのがありますので、うん、あの素晴らしい、はい、永遠に喋っちゃうんで、そうですね、小話しちゃうとね、はい、ありがとうございます。はい、さあ、それではですね、最優秀アンバサダーのアンナさんにアンバサダーとしての意気込みを一言お聞きしたいと思います。はい、今前田社長からもお言葉をいただいたので、そういう期待に応えていけるように、そして、自分が頑張れる場所があるならば、そこでものすごく頑張りたいし、
もし頑張る場所がなかったとしても自分で頑張る場所を作っていって、頑張り続けたいので、これからも皆さん、一緒に楽しい景色を見れたら嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。さあそれではですね、今日受賞されました、その他のアンバサダーの皆さんにも一言ずつお伺いしていきたいと思います。それでは、受賞された順番に行きましょうかね。猫おじさんお願いします。ね、今ね王子ねちょっと今声だけになっちゃいますけどね。そうですね、はいはい、すいません声だけですが猫王子です。はい、いかがでしょうか。本当にこんな素晴らしい賞をいただいて、また明日から気分を新たに次のステージに進んでいけるように頑張っていこうと思いますので、これからぜひぜひ猫プリのみんなも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いて川岸るなさんお願いします。こんばんは、川岸るなです。一つちょっとステージ上でやり忘れたことがあったのでやらせてください。皆さんこれからも応援してくれるかな。いいとも、いいとも、いいともで、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではゆうちむさんお願いします。はい、ゆうちむです。最後まで見てくださったリスナーさんの皆様ありがとうございます。これからもどん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 夢に向かって頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。そしてまやさんお願いします。はい、感謝の気持ちを力に変えてこれからも精一杯もっともっと成長できるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。どうも皆さんありがとうございました。はい、それでは最後にショールームから配信をご視聴中の皆様に告知がございます。ショールームつぶらやさんどうぞよろしくお願いします。つぶらやちゃんじゃない。どうしたのつぶらちゃん。何の告知しに来たのつぶらちゃん。いやすいません、ちょっと告知ができたんですけれども、ちょっと冒頭前田からも話があったんですけれども、ショールームはこう年間通して、いろんなライバーさんにスポットライトが当たるようにしていきたいなと思ってるんですけれども、はいはい、もちろん今年もショールームアワードやりたいなというふうに思っているんですが、その前にショールーム夏祭りという企画を7月8月通してやりたいなというふうに思っています。でですね、それにあたりましてお祭りの実行委員というのをちょっと公募したいなというふうに思っておりまして。やりますよ私が。お、本当ですか。協力してくださいますか。屋台とかで料理作ればいいんでしょ。あ、まさにまさにそういう夏祭りをやりたくて、はい、私堤社食堂って YouTube やってますんで料理作れますよ。はい、お料理食べたいライバーさんもいっぱいいるから、はい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 、作りますよ。で、基本は今回の人気ライバー決定戦みたいな形になるんですけど、今堤社さんがおっしゃったようにこう夏祭りっぽい要素を入れたいなというふうに思ってるので、例えばこう特番をやったりだとか、あとなんかこうみんなでお祭り騒ぎができるような企画、あるいはそれぞれのルームが盛り上がるような、仕組みを入れていきたいなっていうふうに思っているので、ぜひ企画を出したいとかアイデアを出したいっていう人は、応募していただければなというふうに思うんですけれども、詳細や応募方法は今ちょっとツイートします。はい、ショールームの公式ツイッターで、はい、今ツイートしたので、はい、ぜひ視聴者の皆様も拡散していただいて、こういろんなライバーさんに参加していただければなというふうに思っておりますので、ぜひちょっとこんなご時世で、はい、あれなんですが、こうエンタメをもっともっと盛り上げていきたい、ライバーさんと一緒に盛り上げていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんご応募よろしくお願いします。しかもあれですもんね、ショールームはこれ珍しく直接メールして意見が言えるじゃないですか、はい、そこも含めていいところですよね。あ、そうですね、うん、でどん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 ご意見いただいて一緒にこう企画作っていきたいなというふうに思ってます。わ、はい、かりました。はい、どうもありがとうございます。はい、詳しいことはですね、ショールーム公式ツイッターを皆様どうぞご確認ください。つぶらやさんどうもありがとうございました。もう今ねツイートしましたんでね、皆さんも確認してください。さあそれでは前田社長、今日イベント最後、はい、最後締めの一言お願いします。締めの一言ですか。はい、いや非常に感銘受けたのが、皆さんが自分の言葉で自分の思いをしっかり話せるっていうことが、なんて言うんですかね、なんでこんなに嬉しいんだろうなって考えてたんですけど、この我々が作らせてもらったこのショールームという仕組みで、みんなのこう幸せの量がどんどんこう膨れ上がっていってる感じっていうのをこう横で感じることができて、すごい嬉しかったんですけど、
なんかそのあここまであのみんなの幸せを作れて嬉しいよなって思うのと同時に、でもなんか僕らとしてもあのすごいもっと責任を感じるというか、皆さんのその思いも受け止めてるし、皆さんの向こう側にいるそのファンのリスナーの皆様の思いも受け止めてるから、あのもっと何段も高みにそのショールーム自身も登っていかなきゃいけないなということを思いました。であの直近で言うとスマッシュっていうサービスもやってて、でそこはどちらかというとショールームに比べるとあのもっとステージというか、あのショールーム頑張ってる人たちがどんどんあの出ていける場所にしていきたいと思っているので、なんかそっちでの活動とかの話も相談していきたいなってことは思ってます。なんか普通に考えたらあの BTS とかあの坂道の子たちとか の, あの横でパフォーマンスができているって状態っていうのは結構、うん、あの他にないことだと思いますので、あのそういうショールーム自体がちゃんともう一個上のステージを持ってそこが夢になるっていうことも僕ら頑張って行きたいなと思いますし、あのショールームというプラットフォーム自体 の, あの社会に対する影響力も我々ももっと上げていかなきゃなということを、あの皆さんや今これを見てくださっているリスナーの方々の思いを改めて再確認してあの思った次第ですので、あの我々ももっと頑張ります、はい、さらにだから今ショールームのライブ、はい、あの配信者さん、さらにもう一個上のステージも準備しとくから、そうです、もっと頑張ってくださいねと、まさにいうことですよね。そういうことです。はい、そちらの方も応援お願いします。前田社長ありがとうございました。はい、というわけでございまして、以上ショールーム公式アンバサダー任命式でございました。アンナのサラさん、改めておめでとうございます。ありがとうございます。そして、配信を行う、ご視聴くださった皆様本当にありがとうございました。次は会場で皆様にお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、さよなら。アンナさん、おめでとう。